大阪大学大阪大学社会経済研究所大阪大学社会経済研究所は大阪大学の府研究所で社会問題を経済学の立場から解決することを目的とする研究所である1954年設立略称は社権2010年度より共同利用共同研究拠点に指定されている1954年3月 大阪大学経済学部付属研究施設の社会経済研究室として設置。1962年には社会経済研究施設と変更され、1966年4月に大阪大学府地研究所社会経済研究所に開祖された。戦後、大阪大学法文学部から経済学部が1953年に分離独立してからすぐに設立されている。 これには戦後の混乱した時代に正当的な経済理論を構築することの必要性を痛感した経済学部長、高田康馬の努力が大きいとしている。1960年には社会経済研究所とペンシルベニア大学で共同編集の国際学術雑誌インターナショナルエコノミックレビューが創刊された。これは 国内編集部での構成を通して世界的な基準と質を確保し経済学者のアカデミックな研究を刺激することを目的としている。原稿は英語としている。本研究所が掲げる社会が直面する様々な経済問題とは伝統的な経済学によっては説明が難しい不況、バブル、多重債務、環境問題、各社等で 近代経済学に特化し、行動経済学研究の共同利用、共同研究拠点を2010年から形成している。社研では、学内企業を持たず、国際著名学術士への教員一人当たりの論文掲載数は指標の取り方や信頼度にもよるが、ほとんどの項目で2位を引き離して1位である。ありがとうございます。